はい、皆さんこんにちは。どうもヒロです。今日はカヤックススノホマンカヤックスドリフトレーシング2をやっていこうと思います。で、以前ですね、カヤックスに神アップデートがまた来て、それを動画にしたと思うんですけども、そのアップデートが来てから、1週間ぐらい経った後かなにもう一回アップデートが入りまして、ちょっと内容がこんな感じなんですけども、コースがまず追加されました。なんで一緒にしなかったのかよくわかんないんですけどで、まあコースが追加されて、あとはまあレベルが上がったりとか、あのドライバーのやつがね2つ増えたりとかっていう感じで、まあそんなに大きなアップデートではないんですけども、またアップデートが入りました。で、今回はですね、新しく出たコースを早速走ってみたいと思います。で、まあね、あのアップデートが来てからさらにもう1週間経っちゃってるんですけど、まあちょっとやっていこうと思います。で、その前に前回の神アップデートの時に追加されたホイールをちょっとね、せっかくだから今これも履いてるんですけど、ちょっとね、あの変えようかなと思います。なので、まあそんなんどうでもいいわっていう方はね、あのぜひ走行シーンの方へもさっと飛んでもらって大丈夫なのでお願いします。で、今これね、この D スペックっていうのが今回の紙アップデートで追加されて、でメッシュのやつを早速履いてるんですけど、これね、この今黄色くなってるとこ、これを履いてます。まあ実際僕が持ってるロードスターのホイールが、まあこんなにいいホイールじゃないけど、まあこんな感じのホイールを履いてるので、このね、深リムでね、いい感じですね。今回はこれを今履いてます。で、せっかくだから、あのね、この KF、 これね、僕ロードスター納車した時にこのホイールがついてたんですよ。なのでリアをこれにして、フロントはメッシュでいいかな。そうだね、これでいこう。ちょっとこれにします。で、こうね、ドルの方のコインなんだよね。だからね、ちょっともったいないんだけど、まあしょうがないねまあ1ドルだけなんで、まあ買っちゃいます。僕ね、あのこのゲーム課金してないんですよ。なので、あの課金しなくても一応少しずつ貯めることができるので、頑張ってそれで貯めてってるんですけど、これね、買っちゃおう。で、色をちょっと変えます。これでホイールのスポークを黒くして、リーム、リアスポークは、はい、こんな感じ。これでまあ今ね、実際に僕が一度やったことあるあの感じになってますはい、じゃあ今回はね、せっかくなんでこれで走っていきます。これか、 N リングっていうか、なんかロシアのコースなのかな。実際にあるっぽいですね。走ってみましょう。このオフィシャルって書いてあるのは、もしかしたらそれ実際にあるコースなのかもしれないです。さあ、なんかアトロンみたいじゃない雰囲気似てる。ロシアのコースがだいたいこういう感じなのかな。お、ちょっと待って、いきなりまた分かれ道が。これは、左に入る感じか。柴田さん、これタイヤちょっといいやつ入ってた。なんかこのマップでちょっと濃くなってる白がメインのコースになるんでしょうかね、多分。結構また、まあそんなに言うほど広くはないのか。まあなんかサーキットっていう感じのサーキットですね。これはこう目いっぱい使っても大丈夫なのかな。一応ここでも区切られてますね。なんだろう、本当にアトロンみたい。このどこで走ったらいいか分かんない感じあ、でも結構なんか広そうだな。まっすぐが長いと思いきや、こんな人止まるか、これ。危ない。広いな、これコース。めちゃめちゃ長くない？ここでちょっと合流してきたかな。ここで合流という感じですね。ここピッと入れるね。
カエックス恒例のピット、ここがまあ普通にここでこうねタイヤ交換ガシャンガシャンってやってくれたりする場所ですね、きっと。でここからまあコースに入っていくのかな、あ、ここからコースに入っていく感じですね。じゃあこっちピットロードっていうのかな。さあ、お、34が止まってたり、35インプレッサー広いな、ほんとすごいよね、この裏までさしっかり作り込んでるのは。やべ、インプレッサーだ。実際まあこういう感じなんでしょうね、電信棒とかまであるし、こんな観光バスみたいなのも止まってるけど、すごいな、車いっぱい。なんか工数がいけるんだけど、なんかこれもうなんか一般の客が止める駐車場みたいな、すごっ。出れるこれ、お、出れた、すげえ。もうコース、サーキットじゃないじゃんここ、ただの一般ただの一般道来ちゃった。あ、こっから先はマップがないわ。あ、ここで釘途切れてる、これ多分ここね行くと多分あの落ちてくパターンなんでやめときますねでなんかアプリ落ちたりしそうな気がするんでやめときます。すごいな、こんなとこまで作ってんのか、全然コースと関係ねえけど。お、反対もいけるね、どこまで続いてんだこれ、すげえや。この車はねミッション的にもう足りてない。あー、このままなんか森へ消えていく感じかなですね。よし戻ろう、よし帰ってきた。んで、まあ、こっから車先行くぜって、まあ、あ、ちょちょちょ、これロードスターだから行けたけど、ちょっと背の高い車で行けないよねでまあこっちはなんかトラックが止まってたりという感じですね。よし、じゃあさっきと帰りましょうね。そこの今の隙間から入れるよね、観客席の前をね爆走するっていう。こっからも出れるのか。はい、ということでまあちょっと外周をまず一周してみました。あとはこのちょっと薄いグレーのところも多分コースになってるから、そっちもちょっと見てみようか。あれ、これコースじゃねえのか、途切れちゃうやん。おお、なんか空港みたいだな、あの何、飛行機が飛ぶところ。でここはもう関係ないのかな、ここでもちょっとあるよね。ちょっとってほんとちょっとだな、ちっちゃいし。なんかカート用とかかな、バイク用とか。この辺はそんな関係なさそう。向こうから来てこっちに抜けたりもするのかな、こんな感じで。あー、でこっち曲がっていけるのかあー、これでまた合流できますね。また細い道があったりするけど、よくわかんないあれか、細い道っていうかショートカットなのかな。ここはコースっぽいけど、これはどうなるんだろう。あ、まっすぐ行けるわ。あ、これも多分まっすぐ行くとショートカットっぽい感じになってるのかな。そんなに言うほど複雑じゃなさそうですね。これでも幅が、道幅広すぎて。あ、でこっちまた入れるやん、帰ってきたこれ結構パワーがある車とかじゃないと、このロードスターはあんまり、ね、パワーないからさ、このコースでのドリフトは向いてないかもしれないけど。スピンしたし、アトロンよりシンプルな感じのコースかな。
これマップ見れる？まあこの上から見た感じもまあシンプルっちゃシンプルなのか。多分左上がなんかまあオーバルコースっぽくなんか丸くなってたり、まあいろんな組み合わせがきっとあるんでしょうね。うん、というまあ感じのコースですが、どうなんだろう。まあ実際にあるサーキットなんでしょうね、きっとこれがね。Nリングっていう。結構まあ大きいコーナーが多かったり、まっすぐが長かったりっていう感じなので、まあハイスピードコースというか、まあなんかドリフトするコースっていうよりかは、なんだろう。普通になんかレースするようなサーキットっていう感じもしますね。あとリフト用のサーキットなんてあんまないと思うけど、まあ、ドリフト向きというよりかは普通のレース向きな感じはしますね。この車じゃちょっとパワーが足りないね。出るかな。縁石がね結構でかくて引っかかる。ここうまく使えばきっといい感じに走るんだけど。めっちゃまんじ切っていかないかな。まあでもいい感じの距離なのかな、これすごいいい感じに繋がっていくね。なんか割とちょうどいいかも。こういうコースが後にまあドリフトで使われたりしてくるのかもしれないですね。なんか海外のドリフトイベントとか、そういう日本でいう D1 グランプリみたいなのの海外版なとか、なんかドリフトマッスルとかは海外でやってるんだっけ。そんなことないのか。はい、こんな感じのコースでした。はい、ということで今回は新しいコース N リングっていうのをねちょっと走ってみました。まあアトロンとかとなんか雰囲気はちょっと似てますね。やっぱロシアに実際にあるコースなんだと思うんですけども、まあロシアはこういう感じのコースなのかもしれないですね。でまあコースのなんだろうな、レイアウトというか、まあ、結構ストレート長めで、まあ幅もぼちぼち広くて、なんか細かいコーナーというよりかは大きいコーナーが多いとこなんで、まあ馬力の高い車とかで、まあ、派手にドリフトができるような感じなんじゃないでしょうか。まあこの僕あの使った今回使ったねロードスターはちょっとまあパワー的にまあ向いてないところがありましたけど、まああのなんかドリフトのするコースっていうよりかはなんかグリップで普通にレースするようなコースっていう感じにも、思いました。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。では。